この翼3期の声優、1期は2016年、2期は2017年、映画は2019年に放送され、スピンオフの爆炎は2023年に登場、そして2024年には待望の3期がスタートする。3期のストーリーはコーマの里から帰還したカズマたちのもとに王女アイリスからの手紙が届くところから始まる。魔王軍幹部を倒したカズマたちの冒険団を聞きたいという内容で、王女は護衛のクレアとレーンを伴ってアクセルの街を訪れる。しかしカズマが目を覚ますと王都にいてアイリスに懐かれたり、王城でのセレブ生活に味を締めたりする展開がある。そして王都で義賊が暗躍する事件も発生。新たなキャラの声優さんも紹介すると、ロリ王女アイリス役は高尾カノンさん、王女護衛女騎士クレア役は矢作さゆりさん、常識人レイン役は上田玲奈さんがキャスティングされている。ギャグ漫画が好きな自分にとって、このスパシリーズはとても楽しみな作品。めっちゃ楽しみ。 RK アニメ。